建物の装飾に見られるバラウルの像。ルーマニアのブラショブで撮影。バラウルはルーマニアの民話に登場するドラゴン。多頭で有欲ともされる。民話では乙女の生贄を喰らったり、イレアナ王女を愛とらえた後、美動子ハトフルモスやセイゲオルギオスなどの勇者に倒される悪役で登場する。また一部の伝承ではバラウルが天候に影響を及ぼすとされ。 空中に生息するとも言われるが、その種のバラウルは、ハラとも呼ばれており、ハンスラブ県の天候の魔物との混同が見られる。また、また、天候を操る黒魔術師ショロモナルの乗り物となる、竜は、ズメウでなく、バラウルであるとも伝わる。またバラウルが宝石を生成するという伝説もある。バラウルは、ルーマニアの伝承で蛇の怪物、または、ドラゴンと定義される。多のため、 ギリシア神話の地獄犬ケルベロスやヒュドラーに通ずると、され、また有欲で黄金色であるとも言われる。民話では、バラウルは、乙女を食い殺す竜で、微動士ファトフルモスに倒される、などと語られる。あるいはバラウルがイレアナコスンツァーナビメを拉致する役に、回る場合もあるが、民話学者、ラザルシャイネアルによれば、その悪役は通常、ズメブが引き受けるもので、 この場合のズメウは竜でなく歴上の王を複数持つ巨人である。このように、バラウルとズメウはしばし混同される。また、民話学者トゥドルパムフィレは、水星、陸星、及び空中星の3種類の民間伝承があるとしている。まず、パムフィレが挙げる典型例では、バラウルは村の糸に生息し、 乙女や乙女の魂を生贄として要求するが、ブスヨックという名の英雄や、セーゲオルギオスによって、流退治される。パムフィレが次に紹介するのは、アルメニアの地に生息するとされるバラウルで、宝石を作り出すとされる。バラウルの唾液が、宝石に変成するという言い伝えが、ワラキア地方にあることは、19世紀のアメリカの作家、コーラ・リンダニエルズにより記録されている。ただ、 ヘビの大液は宝石に変化するという俗信は、英国から中国まで広域に存在すると、ローマニアの民族学者、ミルチャエリアーでは述べている。バラウルは一部では天候と深く関わるとされており、ハラやアラと呼ばれるが、これはスラブ全般に伝わる水や空気の魔物のことである。これをパムフィレは空中に住む第三の種類のバラウルと位置づける。 フランスのルーマニア語翻訳家で、ヴァンパイアの著作もあるアドリエン・クレメネの説明でも、空中にも住むことができ、雲や、藻や、地下水の流れを操ることもできるという。パムフィレによれば、2匹のバラウルが出会って戦うと、大木が根こそぎにされたり、戦い後に、嵐が起きたり、氷が降ると言われる。バラウルには虹を道として使い、あらゆる場所から水気を奪い、やがての、 雨をもたらすという伝説があるまた、バナとブルガリア人の伝説のラミア、現地では、ラマと称される、リュウリュウは、海から水分を吸い取り、雨雲に蓄えるとされているが、よく似た伝説が、バラウルにもあると言うる。また、天候操作の秘術を悪魔より教育された黒魔術師、ショロモナルの乗り物は、ズメウリュウであるとされることがしばしばであるが、 バラウル竜に乗るとする資料もある。バラウルを漁するためには、黒魔術師たちは、金色の倒落を竜にはめて使うという。バラウル竜は、待機する間は湖中深くに潜むという。ルーマニア語、バラウルの語源は定かでない。一仮説によればアルバニア語、ボリエ、ブリアーに通じ、それらはトラキア語の古根、ベルマイナスやバー、獣、怪物より発生した語で、同じ古根は、 キリシア神話の英雄の名、ベレロポーンにも名残を留めると言われる。トランシルバニア・作戦方言、バラウル、リュウやバローラは、セルビア語で転じて、悪口に使われる、借用語である。セルビア・クロアチア語、ブレイバー、ブラー、ブラバーは、バラウルと同言語であり、古代バルカン書語から現代セルビア・クロアチア語に、残される数少ない単語例だとされている。バラウルの化石。 2011年10月、ミュンヘンでの化石の展示会で撮影。ルーマニアで発見された恐竜は、2010年8月に、民話のバラウルにちなんで、バラウル・ボンドックと名付けられた。また、バラウルは、ルーマニアの人名にも見られる。参考文献。ありがとうございます。